4946枚。さあ4回目のチャレンジです。500か、この辺できればこっち、こっちかこっち。あー、まあそういう時もある。そうだよね。これ真ん中だったら死ぬな。おう、うまい。ほい、あ、連打パターンあるんだ。2000か。うん、うわ、やばい、今回ちょっとやばいかもこれ。あ、ほら何も来てないのに追撃がある。したら奥義しかない。これは使う、ファイナルアロー。これうまくいった、これうまくいった、右はやめてよ。これうまくいった、これうまくいった、これうまくいった。うわー、3000。そんなのあんの？3000ぐらい来い。うわー、びっくりした。5000だと思った。敵がですか。あ、ストックして3000。3000、4人だよ。絶勝だよ。だからほら4人いたから絶勝になったんじゃないですか。あ、そういうことか。そうそうそう、だから右はちょっとしょぼい可能性があると思いますよ。だって1個も空いてないから。これでただこれでなんとかすりゃいいんだろ。 今最後に引くわけ。これでなんとかすりゃいいんだろ。賛成。わあ、これは追撃あるし、やれる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 。5000だからな。だって絶勝引けばいいんだもん。まあまあそうですよ、それで一撃でいく。セカンドアロー、これ大丈夫だ、これ大丈夫。これ真ん中です。真ん中か、こっち。いやー、 OK、 OK です、 OK です、 OK です。え、やっべえ、どうなんのそれ。わかんないです。あ、ベル、 あれ50%ですから。ひでひでえ、いきます。うお、どうなんの、どうなんの、これはどうなる、これはどうなる、これはどうなる。 あ、全部チャンスになったよ。しかも真ん中絶勝になった。大丈夫でしょ。うまいんじゃない、今の。さすがに大丈夫でしょ。そのチャンスはどうなんの。え、あ、いや大丈夫です。え、嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。いや、え、嘘だろ。 左引ける、引ける、引けないっしょ。うわ、終わった。最悪じゃん。本当？いやー、ラスト500は痛いね。今ベル。マジっすか。フリーズ高確率中。滞在中はレア公約成立時などショートフリーズが発生し、ロングフリーズが発生すれば絶勝当選。さっきのそのリールロックみたいなのは、レア役引いたような合図で、はいはいはい、そこからさらにロングフリーズに発展する可能性がありますという流れですね。いやー、チャンスアップは？それで当たったら天国だったってことか。そういうことですよね。でも86ですよ、はい、今。はい、当たりました。上は130。上のゲーム数なの？何なんだろうな。下は80いくつです。レア役引いたら100ゲーム、ベルでも50ゲーム。え、ここで決まんの？ふざけんな。だって書いてあるじゃない。だよ。最低の40ゲームでスタートした場合、駆け抜けて100枚以下だったら天国以降が優遇されてるみたいです。だから中途半端に50ゲーム、ベル揃って50ゲームスタートするよりは、40ゲームスタートで駆け抜けてもう一回次の天国でチャンスもらうみたいな方がいい可能性もあるのではないかと。はあ。で下押すんですよね。いやいや、じゃあ、 あのもう1ゲームじゃない。あ、赤、これは赤いは設定したでしょ。下、次があれば必ずだって。あ、偶数設定したです、はい、
なんかずっと騒がしかったんでちょっと気が抜けちゃいますね。通常時戻られるとめちゃくちゃ抜けますよ。これをもう一回やったら8000枚ぐらいか。テンションアップすると思ったのにテンションダウンだよ。アップどころか。ご機嫌っすね。ご機嫌っすね。ご機嫌じゃないっすよ。この後どうなんのよ。もうなんか弱そうだな。アロー。うわ。あ。ガクってます。ガクってました今。これは全然関係ない。40。はい。はい、さっきのあの小振りで当たった可能性あるんじゃない？ああ可能性はゼロじゃないですね。ああなるほどね。これですよ。アクシズチャンスここで引いた。わあこういうことか。悪くはあ下っ端に消えてます。お揃ったんじゃない？ラストで引くのは強いっすよ。そういうことですね。はい。うまいうまいうまい。640乗っけたんだから。そっか一回揃えたからこの降格状態になってるんだ。これはめっちゃいいの引いたじゃないですかやっぱり。もうあんま考えてもしょうがねえなこれ。あうまい。うまい。V ストック2つ。V ストック2つ。おお。だからこれこの状態の時にバッケンとか言ってるとめっちゃ強いんじゃないですか。ああなるほど。バッケンダブってるよ。ああああ熱いんじゃない。ほら来た。いって。終わっちゃったけどこれで2倍とかがいっぱい出てきてまあいいや。おいおい。うまいよ。ほら来たよ来たよ。こっからだよ。だって毎回2倍出てましたよ。2倍が出てたもん。うわ終わった。ああでももうまあ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 、うん、全然はいはい。あこれダメなんだ。うわあそこで引く。ここで引くってことはいやでも連打しちゃうと見えない。見えないですよね。はい。そうあー、はい、ダメか。こういうことね。まあまあでも130乗せましたから130十分っすよ、はいはい、でまだ続いてますからねあの降格は。めちゃくちゃいいじゃん、はい、ほらこういうことほら。うわわわわわ緑だよこれ今。 これは揃うんじゃない。これは揃うんじゃない。皆さん準備いい。心の準備いきます、はい、そうだよねそうだよね嬉しそうで、これで多分 V アタックだと思います。ああ、ギア V アタックより倍々じゃないけど増えていくってことなのかな。うわうまいんじゃないこれ。うまほら、ベースが5ゲームになった。あ、もう終わっちゃった。いやいや、十分じゃない19ゲームごめん、もう何やってっかわかんねえや俺。なんでわかんないの。もう俺しんどいわ。ちょっともう頭がおかしくなってきた。じゃああなたの頭がおかしいだと思う。いやなんで良すぎる。あ、挙動が、うん、あま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 あ。どういうこと。チャンス薬でブリッジ。あーラストラストラスト、あのカットインだけでもいい。あー終わった。いやまあまあまあでも 200ゲーム載せましたからね。やりました、はい、あの2倍の連続はちょっと奇跡的な感じだったかもしれないですね。そうっすね、はい、いわゆる上位というか、うん、あのいいので押し順も決まったってことです、ね、はい、うん、じゃあ最後僕が帰るときにいいの見せてから、はい、もうあのエルメスプラスバッケン、ああ、うん、でもう黒ナビ出たんで。ああでもバッケン終わっちゃうな。バッケン、ああダメか。おうまいうまい、あの2倍のやつですから。バッケンが終わってんのよさっきのゲームでバッケン名残惜しいんですけども。名残惜しいですけど帰るお時間なので、はい、ラストジャッジ、はい、
それ見てから帰ります。渾身の見ていてください。アロダメじゃん。はい、ありがとうございます。気をつけて、はい、はい、頑張って伸ばしてください。適度に、はい、楽しんで、はい、あの状況を見て立ち回ります。立ち回りはないでしょ。あと打つかどうかなだけだから波形波形台風来てますから、はい、気をつけて、はい、ありがとうございました。お先に失礼します。はい、お疲れ様です。終わり。これかまた出ました。持ち玉が5400枚、投資が750枚なんで、いやーやりましたよ。スマートスロットでこう一撃で出した後にまた二の矢がちょっと頭一つ出たな。はい、はい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 、777行きました。まあ引いてないんですけど、ベルダ 50C だ。ラッキー。これで罰券がね、罰券が来ますからこのラッシュに。あ、本当だ。発進、発進だぞ。あ、黒ナビだよ。何か起こる。起こったね。おう、ラスト。これ今までのやらかした時と全く同じです。この2人のやつ。レフトアロー。何をやってんだ俺は。あ、もう 5G で終わりか。おい、うまいな。ん、おおおおおお、左、これだよ。面白い。このゲームは面白い。ほら来た。六角以外はもういいからね俺は。六角以外はいいから。いいじゃない。なかなか。終わった。頑張りましたね。 95G118 まで行きましたよ。ちょい伸びでお願いします。ちょい伸びっていうのは2000枚ぐらいのこと言うからね。ちょいはちょっと待って、ま、あ、来ました。あれです、罰券です。うわー、あ、罰券だけどレア役。どうなのこれ、罰券のラストゲームで。早く罰券のラスト。お、3ゲーム連続じゃん。これなんか来るじゃん。そう、おい、来た。はい、来た。1個目。はい、1個目。あ、破いチャンスか。おい、来た。よいしょ。おい、さあ、いいターン入ったぞ。こういうことだね。やっぱ2倍ってさ、めちゃめちゃついてたんだね。全然ダメ、全然ダメっていう割には20乗ってるじゃん。そして真ん中だよ。おい、
か。なんか悪くないやつだったよ今。これ大丈夫だよ。ここで出会い。おお超。300。100か。まあいいでしょう。おお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 さあ行きましょう。うわー終わった。プラス5G ここです。金がいる金がいる。あ頑張りました。まだあるからね真ん中。よし好きにしてください。もう好きにしてください。はい、はい、あざす。これ継続系のやつだろ。これいい音。ああ終わっちゃうんだ。ここ14G ダメ。頑張った。あと 2G。 あらー来た。ラストゲームできた。ほい、来たね。オッケー。ああ、笑ってられるもんね。高確率がゼロになりました。わあ、高確のチェリー。来てくれたらそこそこ乗るぞこのターン。ああ、でも弱いわ。おお来てくれました。これはそこそこ乗るぞ。ここはなんでかっていうのはまあ言わないですけど分かるんですよ俺。分かるんですよ。はい分かるんですよ。これほらこれはやばい、やばいやつ引いたぞ。ギア V 中のこれはデカプッシュ。これはなんかいいこと起こるんだろう。あもうすでにストック1個もらいました。多分なんか知んないけどすげえいいこと起こるはずですこれは。ういほら来たねやっぱりね。こっからはベル来るよね。うんそうだね来るね。ここか70。オッケー、オッケー、オッケー。これはねもうね、あ来た2倍来ました。いきます。あ罰券なんだ。ば赤だった。2倍でした。オッケー来たよ来たよ。罰券なんだ今。おい来た。はい来ました。はい60。これじゃ終わらせない。はい来ました。大丈夫です。これは 5G かなんかでなんとかしますから。おお 5G OK。 まだあるよね。はいここあこうなるんだ。 5G で耐えよう。おい耐えた。2倍来いや。あ 5G これは 5G 大丈夫。おい 5G で耐えろ。はい 5G で耐えてる。これが全部2倍だったんだよな。 5G で耐える。
おい、耐えてる。あ、2倍来て、2倍来ました、2倍来ました。いきます、2倍です。あー、5時ふー、2倍来ました。はい、大丈夫です。おい、来た。はい、来ました。はい、180、まだ2倍来ます。はい、2倍来ました。おい、来た。はい、来ました。はい、360。はい、もう一丁2倍来ます。大丈夫です。2倍か 5G なんで。おい、来た。はい、720。マックス1000いきます。マックス1000いきましょう。じゃあもうついでにいきます。おい、これなんですよ皆さん、これなんですよ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 。種明かししとこっか、ここまで行く。まあここまでとは正直思わなかったけど、まあまあでもいっか。言ってもね、そんなの関係あるわけねえじゃんよって、あのど素人の人たちがコメント欄書いてくれるんで、皆さん書いてください。はい、こういうことなんですよ。あー、ダメか。うん、ダメか。まあ頑張りましたよね、1075。はい、人生で一番ゲーム数乗ったな。確かハーデスの800かなんかが最高だったと思うんですよね。これ見てくださいよ、もう1200超えてですから。これ約2時間ずっと出るってことですから、もう9時になるのは確定だから。さあ、おそらく、もうおそらくっていうか間違いなく絶唱は確定したんで、皆さんこの後のシーンは絶唱バトルからスタートします。しばしまたれい。イエス、ラクラク。さあ、お待たせしました。時間は7時50分です。はい、2回勝つのが目標。いやー、やりましたね。まさか2回、1日で2回上位の AT ゴールドに打ち込めるとは思わなかったし、正直ありがとうございます。ん、来ました。次回予告でございます。本日2回目の祝福。さあ、来たぞ、絶唱バトル。2回は勝ちます。絶対勝つぞ。鉄拳って出たからいいだろう。あれ、まずは奥義から行こう。おい、来たー。2000、奥義で。奥義、おい、3000、500。これはもう奥義しかねえじゃん。奥義、2000。はあ、絶唱。フォニック目で1000。
ポロリになるよ。さあ1回勝った、よいしょ。おい来た、押せ、20から終わったか、80、これだよね、吸い込まれる、マジで吸い込まれる。おー来てる、あ来てる、はいはいはい、 OK、いきます、ありがとう、ウィン、はいボーナス、オッケーオッケーオッケー、そう、レアエク、ほい、お、リーチ迷惑か、いきなり、オッケー、はい、ん、めっちゃいい音、一撃被災、やっとこっちか、あえこれおかしくない、逆に勝利期待度 0.5 だって、あだす、オッケー、723枚、2回は勝とう、もう1回勝とう、奥義、中レイクしかない、これ絶勝入っちゃえ、奥義か、よし、3000、いや3000欲しかった、2000、マジ？これがいいのか、ここがいいんだね、絶勝です、マジ？一撃チャンス、よいしょ、ほい、2回勝った、公約成功、公約成功です、ここでレアエク1回も引いてないんだよね、おーおーおー、終わった、70、ここでいいこと起これよ、あら、はい、3000、あ追撃、あ500、あざす、左、左、もう追撃、ここ使います、ガチアローです、アロー、
最悪だな。アロー封印します、もうアロー封印します。500、はい、これが5人になるんでしょ、うん、そうだよね。あ、マジですか。あ、じゃあ超真剣にやろう。最悪なんだけど、最悪じゃん、もうもうごめん、力がないわ真剣にやる、うん、うん、うわ来た、あ、え、すげえわ。あのね、適当に打とうと何しようとすごいすごいことが起こるときは起こります。これがもう今日最後の見せ場です。8600枚なんで、せっかくなんで万枚目指します。ちょっと震えてますね今ね、親の役満上がった時と同じぐらいの感覚になっております。これは今ね8時50分なんですよ。黄金絶唱、もうバンバンいきます。演出は見ます。ほい、30、これはそういうことか。レークが欲しいんだよね。はい。はい。ふい、ふい、おおおおお、いた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 、まだいた、いた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 、行こう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 、もうよし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 、でいたよ、まだ、おお、まだいる、おいしょ、ふい、おいしょ、おいおいおい、おいしょ、おい、はい、よいしょ。いやー、すごいことが起こるな。ザ・スマートスロットって感じするわ、本当に。あ、1ゲームレンチャンか、なるほど。いやいや、またもう1ゲームレア役、シンフォギアボーナス1ゲームレア役、もう何なんだよこれ。あれなんすね、出やすい状態と出にくい状態っていうのを、まあスマートスロットは繰り返してて、取り切りが決まった瞬間からやっぱ高確率状態になってんすね。うん、これだよね、これがだから何、 10乗ってるけど2400枚が決まったから確率が変動して高確率になってるっていうだけです。でその確率変動をいかに、多分レア役も変わってるはずですよこれ、間違いなく変わってますよ。これどうした、いやいや、もういいっす、いいっす、いいっす、もうあの露骨じゃんこれ、ボーナス高確率、これ
見てくださいよ、レア役のもう出現の仕方を本当に、はい、ああもうまだレア役来るわ。これ有利区間が切れるまでは高確率のままなんだな。バースデーパーティー、ほらもうレア役が20分の1よりいい、うん、お2ゲーム目で来たな。ほらここまだまだひょっとしたらレア役の降格が続いてるのかな。1000、おラッキー、あらあ中か、まあまあ奥義だからいっか。3000、はいレアク、はい追撃、おい奥義確定じゃねこれ。2000、はい追撃、はい確定、はいはいはい、これですよ皆さん、アローサービスだよやっぱりな。知ってた、もういいです。こっちどうよ、どうなのよ。6000、ダメ。3000、はいはい、これ左、お左うまい、はいここここだよ、右だよ、ダメ、はい、そしてアダム激アデでしょう。このあと、あら勝った、これあれです、天国ですね、これで終わりです、ざっくり。50ゲームスタートのラッシュに10時に入りました、はい、もうなんか分かんないけどもういいわ、はい、ゴー、はい終わり、あ、35、うい、おいしょ、おー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 おお、ちょ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 、ストックでこう、うわーい、あ、いよいよ取り切れずが現実味を帯びてまいりました。はい、来た、おい、おおおおおお、あーあーあーあああ、もうちょっとちょっとちょっと、バッケもついてんだけど、これ夕方ぐらいだったら楽しいだろうな。これもうバッケバースト入ってますもん、もう意味が分かんないです、意味が、申し訳ないけど、申し訳ないけど意味が分かんないです。ああ、バッケンバースト入ってます。190日、この後はエンディングでお会いしましょう。お疲れ様でした、ラストジャッジ、いや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 、どうよ、はい終わり、バーン、285、はい、ありがとうございます、はい、絶対諦めないんだ、戦うことから。お疲れ様でした、元気がいいな、54なのに閉店まで打ち切りまして、叩き切りましての総投資750枚、回収が 13,490 枚プラス
12,740枚。当然のことながらこの番組史上初のミラクル大勝ちでございます。キングパルサーの時のね、8000枚出した時の勝ちを大幅に記録を塗り替える、いやー、シンフォギア恐ろしい台です、うん、まさか取りきれなくなるとは思わなくて、これ以上何を望むんだということでございますよ。周りの挙動、そして自分の台の挙動をもろもろ考えますと、おそらくシンフォギアの島は当たりだったんじゃないか。で、北斗は半分が上2つ、モンキータも半分ぐらい出てる台、勝ってる台ありました。ゴジラエヴァもね、そんな悪くなかった。で、なぜか表に入ってないバルブレイブも5台中3台ぐらいかな、プラスでした。何なんでしょうかこの店は、よく分かりませんが。あともちろんあのジャグラー、ハッピージャグラーと、ミスタージャグラーも悪くないということで、ちょっとここでびっくりしたのは、伊藤新さんが朝、やっぱ北斗でしょう、しかも奥側の台何台かでしょうって言ったのがズバッピタで当たってたよね。で、シンホギア北斗は手前がいいっつった。で、ハッピーはないって言った。で、モンキーターン打ちたいって言ったなんかよくわかんないよね。でもこうやってよくわかんない人がよくわかんない台に座ってめちゃくちゃ勝つことがあるのがパチンコパチスロなんですよ。まあ、だからっつってトータルすると負けの方には行くんだけど、やっぱり行くんだけど、やっぱこういうこともあるなと。ちょっとだけスマートスロットのことをですね、あ、なるほど、このパターンなんだ、あ、こういうことがあるんだっていうのは分かったんですが、僕の経験則から言って、また、まあ、自画自賛で申し訳ないけど、まだ当たってない状況、夕方、あ、これもし跳ねるとし、ちょっとぐらいは跳ねると思います、跳ねるとしたらここですねっていうふうに僕言ってたと思うんですけど、やっぱり当たってて、それはもうなんでかっていうと簡単なんだよね。スマートスロットの高設定、推定高設定台がガーって下がったら半分ぐらい戻ってくるの。2000枚吸い込んだら1000枚近くは戻ります。経験上めちゃくちゃそのパターン多いんで、それが偶然こういい、なんつうの、ビョーンって行ってくれたっていうことで、まあまあ良かったです。というわけで今回はここまでです。非常に楽しくもあり、苦しくもあり、悔しくもあり、嬉しくもありという、引きこもごも織り交ぜた非常に珍しい実践でした。神回確定、お疲れでした。